今すぐ激変したい人はこの2つ手放してください。はい、こんにちは。ステカツで人生肯定のエツコです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうだいぶね、涼しくなってきてね、過ごしやすくなったなというふうに思うんですけれども、今からね、ハロウィン、クリスマスとね、いろんなイベントがね、盛りだくさんなんで、きっと皆さんもルンルンって、ね、してると思うんですけれども、そんな皆さん、ステカツは進んでいますでしょうか。ということで、まあ、このとにかくね、物を手放していくと人生がどんどんどんね、好転しますよということを私はお伝えしているんですけれども、まあ、皆さんがね、こうなかなか手放せないなという方もいらっしゃいますしね、どんどん手放していく方もいらっしゃいますし、もう今から始めます、そういう方 もう全然 OK ということで、もう人生を変えるのは今からでも OK なんですよ。ただし、やっぱりそれなりのね、この宇宙の法則っていうのがあるわけですよね。私はこの宇宙の法則に従ってやってるわけですよ。私たちが持てるエネルギーは一定なんですね。その一定しか持てないエネルギー、古いエネルギーのままじゃありませんかということ、それをどん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 って、ね、入れ替えていくことで、どんどん私たちの人生は良くなっていくということなんですよ。で、その一つの手段として物を手放しましょうという話をね、させてもらってるんですけれども、今日のお話、この2つをね、手放していただくとね、皆さんの人生は大激変しますということで、もう人生をとにかく大激変させたい方、そして生活をどん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 ね、加速させたい方はぜひ最後までご視聴ください。はい、私のチャンネルでは皆様の運気アップや人生肯定に向けて様々な内容を配信しています。潜在意識や脳科学の知識を組み込んで多面的に話しますので、ぜひ公式 LINE お友達になってください。公式 LINE ではお茶会、無料勉強会、そして YouTube では話せない内容をこっそりとそちらでも話してますので、ぜひ公式 LINE お友達になってください。はい、ということで、も早速いきたいと思います。手放していくものっていうのはいろいろあるんですよ。まずは物が簡単なんで、まずね、洋服を捨てましょうとかね、食器を捨てましょうとかね、どうでもいい思い出捨てましょうとかね、まあいろいろあるわけですよね。だけど今日お話ししていくのは目に見えないものということで、マインドの話になるんですね。マインド、そんなんも手を出していくんですか。そうなんですよ。もう私たちはどちらかというと、この、ね、マインドというか概念ですね、これを手放していきたいんですよね。で、これを手放すのに物を使うのが簡単ですよということで、物を手放しましょうと言ってるんですけれども、もうとにかく今日お伝えするこの2つのマインドを手放していただきますと、皆さんの人生本当に大激変するということで、もうぜひ耳の穴をかっぽじって聞いていただきたいと思います。ということで早速いきましょう。手放すとすぐに激変する、一つ目、くれくれマインドです。はい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 、くれくれマインド、どういうこと、もうなんか人にね、いっぱいくれ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 っていうことですか。その通りということですね。これはなんか基本的に何て言うのかな、まあ被害者意識の方って言ってもいいし、なんか自分は足らないと思ってるっていう感じなんですよね。うん、だから欲しいわけですよね。自分はなんか欠けているので、持ってないので、だからあなたくださいみたいな感じないですか。いやー、もう私もね、ありましたよ。じゃあ今はないかゼロかっていうと、そんなことないと思うんですよね。まあ人間やから、これがゼロになることはないと思うんですけれども、昔に比べたらね、もう少なくなりましたね。昔はどんなやったかというとね、いや、まあなたがそれやってよ、もう男やねんからそんなんやってよ、当たり前やんみたいなね。いや、あなたがそれ責任じゃない、私関係ないよねみたいな、こんな感じ。それやるんやったら私もね、こんだけくださいよみたいなね。いや、ないですか皆さんね、もうこれやるんやからこんだけちょうだいよとか、いや先にくださいよみたいな、こういうやつですね。これくれくれマインドって言ってるんですけれども、まあ別にね、ダメかいいかって言ったらどっちでもいいんですよ。ただこのマインドが強すぎると人生は好転しませんってことなんですね。で、この要は欠けてると思ってるんですよね。自分はできないと思ってるわけですよね。だからあなたやってよとか、あなたなんとかしてよとか、もう私助けてーもうみたいなね、感じになってるわけなんですよ。じゃなくて、もともと私たちは強い存在なんですよね。赤ちゃんが子供見てみてください。もう全力でエネルギーもう満杯じゃないですか。うえーみたいな感じすごいじゃないですか。だからそんな感じ、そんな風に私たち大人もうエネルギーいっぱいってなってれば、もう全然いいんですよね。だってエネルギーいっぱいの人って弱々しく見えますね。見えないですよね。すごく強く見えるし、たくましいし、かっこいいし、エネルギッシュってなるじゃないですか。で、それを思い出してほしいんですよね。で、それがないってことは自分の存在がちっちゃく感じてるはずなんですよね。ということはくれくれマインドになりやすいってことなんですね。
これなってても別にいいんですけどね。だけどご自身がまず辛いはずなんですよね。私には欠けている、私には足らないんだみたいな感じになって、でご自身が辛いし、まあ、周りも迷惑っていう感じなんですよ。だってもう何でもくれくれって言われるわけでしょ。めっちゃうざいじゃないですか自分で何とかしてくださいみたいな感じでしょ。でもちろんね、本当にヘルプが必要な時は助けますよね。当たり前ですよね、うん、だけどそれほんまに一人でできませんかとかね、うん、それは本当にヘルプいるんですかみたいなのあるわけなんですよ。だからなんかそういう風に私って弱いんでみたいな感じになってると、もうそのくれくれマインドになってると、もうそういう風になって人生が好転しないということなので、とにかくまずはちょっとのことでいいから今までやったことないことをやってみるので、ここからスタートしてみてほしいなと思います。そして手放すと激変する2つ目、諦める心ということで、もうね私たちねギブアップ大好きなんですよ。私そういうのもできないんでね、結局、まあ、無理な気がしますわみたいな感じでギブアップなんですね。いや本当にもうなんか諦めたら終わりって感じなんですね。もうそれが最後ということなので、何かご自身で自分の人生を変革したいとか、何か習得したいとか、まあ、何でもいいんですけれども、そういう時って結局は周りは応援することしかできないんですよね。当たり前ですねこれ。でご自身で決断してご自身で行動していくことしかできませんよね。だけども自分が諦めてたらね、周りはね何にもできないんですよ。もちろん励ます、応援する、大丈夫よとかいうぐらいは言えるんですよ。だけどいやもうなんか無理な気しますわって、もうこの無理だと思うってワールドに入った途端全部が無理に感じます。これがだから私が言ってるカレーなんですよ、うん、もうカレーが分かりやすいんで、まあ、カレーで言ってるわけなんですけれども、すぐにカレーに入ります。まあ、これが過去の信念概念なんですね。分かりやすく言うと、いやだって私ってすごいな、何でもできる、やったすごいすごいすごいってなってたら多分ね私の動画見てないと思うんですよですよね。もうなんかもうすでにもう夢叶えてる大成功者みたいな感じになってると思うんですよね。じゃないですか。だって自分はすごいんだとかパワーがあるとか思ってたらそうなるんですね。で諦めないぞみたいなね、うん、だけどもうなんか諦め癖みたいなのがね私たちついてません？どうねえ、なんかいや私別に誰にも褒められたことないしとか、いやちっちゃい頃から別にね褒めて育ってないしとか、うん、なんかこう大人になって周りの環境の人からいや今日も綺麗ね今日も綺麗ね今日も綺麗ねって言われてへんしな。いやだってね母親業ってめっちゃすごいじゃないですか。もう私すごい尊敬してるんですけれども、でも母親業やっててもいやもう今日もお母さんありがとねとかね別に言われないんですよね。ということはなんか自分のしてることってなんかすごい大変な労力使ってるのに価値がないんじゃないかなって思ってくるんですねそれを毎日思ってくると、私って価値がないのってイコールになってくるんですね。っていう価値がない私って何もできないよってどんどんなっていきますよ。でもなんかチーンみたいな感じになるじゃないですかこれ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 、こうなってくると危ない危険すぐカレーという、ね、世界に入ってしまうので、それを避けたいんですよね。だけどこれってねもうね何十年とね何十年と培ってきた癖なんですよ。だからすぐその癖に、ね、戻ってしまうということで怖いでしょ。だから私は誰と一緒にいるんですか、どの環境に入ってるんですかっていうのをすっごく大事にしてるんですよ。例えば今の私は、まあ、元気満タンなんですけれども、これがまた全然違う環境に入ったらね変わるの分かってるんですよ自分で。1週間とか2週間したら変わると思いますよ。それはいいも悪いも変わるってことです。それぐらい人間って環境の生き物なんですよね。これを舐めてはいけないということで、私はもうそれを重々に分かってますので、だからなるべく自分がもっともっと好転するとか向上心がどん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 かきたてられるような環境に入るということをしてるんですね。だから皆さんにもぜひそういった前向きな友人だったり前向きなねこういう YouTube だったりね、それをどん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 取り入れていただきたいということです。でも最強なのはその人と一緒にいるです。これが最強なんですよ。なんか憧れる人がいると思ったらその人に近づく、その人と実際喋る、その人とコンタクト取れるようにする、もうこれが最強ということになりますので、とにかくこの諦める心、これをもう今すぐ捨てていきましょう。はい、ということでいかがでしたでしょうか。また感想質問ありましたらコメント欄書いてみてください。今日の内容がちょっとでもいいなと思いましたらいいねボタン、チャンネル登録、そして公式 LINE お友達になってください。ということで今日の動画のまとめ、今すぐ激変したい人はこの2つ捨ててくださいということで、まず1つ1つ目くれくれマインド、そして2つ目は諦める心ということになります。はい、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。 See you!